はい、皆さんこんばんは。4月16日の今夜のね、8時40分ぐらいなんですけれども、マッチングアプリの話をね、ぼちぼちっとしようかなと思います。おとといぐらいまですごいいいねがたくさん来ていて、1日に10通ぐらい来ていただいてた感じだったんですね。で、まあ昨日とか今日とかはポツポツっと少なくなりましたけど、まあ1日に3件ぐらいいただいてる感じです。ただ私のプロフィールにその体の障害のこととか書いてあるんですけど、どれだけの人が目を通してくれているのかがちょっとわからないので、お話ししてみないとちょっと不安があるなっていうところはあります。で、今ね、いいねいただいても、まあだいたい7割ぐらいの方にはいいねをお返ししてて、残りの3割の方は例えばタバコを吸うになってたりとか、お子さんがいるのにとか、私のプロフィールまあ見てなくて、多分画像とかで判断してこう気軽にポチポチってした新しい方なのかなっていう感じなんで、マッチングはしてないんですけど、残りの7割の方の中でさらにね、メッセージをやり取りしてるような感じの人っていうのが今はだいたい5人ぐらいいるんですよ。私あんまり掛け持ちでいろんな人と話すのは好きじゃないんですけど、ちょっといいねがたくさんついてしまって、こうならざるを得ない状況で、で、その5人の中の内訳で、国籍みたいな、出身の国分け、国で分けると、日本人が2位、ガーナが1位、台湾が1で、中国が1っていう感じなんですよ。で、ガーナの人はこの間話した黒人の方で、僕とお友達になってくれますか？って聞いてくれて、なんかすごく紳士的に感じたんですよね。で、まあ私そのちょっと前の韓国人の方が、僕と友達になりたかったら LINE に連絡してきてくださいっていうのは印象があまりよく感じなかったんですけども、そのガーナの人はなんかすごくフレンドリーで逆にスマートに感じたんですよね。で、お互いにでも口説きの部分があるので、ちょっとまだお互いをこう知るための質問とかちゃんと送れてないんですけれども、まあ、そのうちね、連絡しようかなと思ってます。で、次にね、台湾の人なんですけども、こちらの人は今まだ有料会員に慣れてなくて、メッセージがね、あまり送れないらしくて、で、私からいいねを送ってた人だったんで、向こうから帰ってきたんですね。で、マッチングしたわけなんですけども、そのメッセージのところに、まあ、何々さん、とても好みだったので、いいねお返しをさせていただきました。ありがとうございます。まだ有料会員になれてないので、お返事ちょっと待っていただけたら嬉しいですって帰ってきたんですよ。台湾の字が 100% なのに、完璧な日本語だったんですね。で、さらにね、好印象だったんですけれども、まあ、メッセージがね、まだやり取りできないということと、私が気になってたのは、まあ、いいなと思った人にはね、迷いなくいいねを送るんですけれども、プロフィールのところに、家業がね、お料理屋さんだって書いてあって、で、やっぱりお料理屋さんだと、まあ、もしね、嫁いだ場合ですけど、手伝ったりとか、まあ、いろいろ体を動かしてね、お手伝いするべきだと思うんですよ。でもまあ、私は足が悪いので、やっぱり個人の、お店みたいなところだと、とてもじゃないけど、松葉杖とか車椅子とか入れないですし、お客さんにね、料理を運んでいったりとか、調理で手伝ったりとか、まあ、雑用とかもそうですけど、いろいろとできないことが多いので、そういうメッセージをもらって、で、私の方も、プロフィールをね、拝見して、実家のお仕事が私が手伝える体じゃなかったのでご迷惑かと思ったんですけれども、私もとてもね好みだったのでいいねをね送らせていただきましたって、そういうねことでしたら、もしねご縁いただけたら連絡待ってますって送りましたね。で、それから中国人の方はね、一個ね年が私よりも下の人でちょっとね離れてる他府県にお住まいの方だったんですよ。で、まあ、がっしりしていて、結構なんだろう、ジムとかに通っていて、
健康とかが、趣味っていうのかな、そんな感じの人で、ただ温厚そう、優しそうな顔なんで、いいなと思ったんですよ。で、その人はメッセージが来たんですけど、片言な日本語で、失礼かもしれません、何の病気ですかって書いてあって、いえいえ気になると思います、これこういうもので、こういう手術して今こうなりました、で、ジムに通ったりとか健康を目指してるみたいな、そういうコミュニティに入って意思表示をしてるから、私体不自由なんで、無理しないでくださいって、私がね、ちょっとマッチ違ったら、無理しないでくださいっていうことを言ったんですよ。そしたらお返事が来て、今仕事が終わったところですって、病気がね、悪性じゃなくて良性だったらよかったって喜んでくれて、で、しかも私〇〇さんの心の強さをとても感じた、すごく尊敬していますって書いてくれて、ちょっと泣きそうになりましたよね。で、体も健康も大事だけど、もっと心の健康の方が大事だと思いますって言ってくれて、なんて言うんだろう、日本にももちろんそこまで言ってくれる人もいるんですけど、やっぱりなんか角度が違うんですよね。いや、ディスっちゃうことになっちゃうんですけど、確率というか、なんて言うんですかね、やっぱりなんかね、違うんですよね、空気が。で、性に合ってるってこういうのを言うんだろうなと思ったんですけど、まあ、とにかく尊敬とか心が強いって言ってくれたんですけど、私精神科に通ってるから別に全然強くはないし、尊敬って言ってもね、お金もね、稼げてるわけでもなくね、実家に行ってね、療養っていう形で、ダラダラしててってね、感じなんで、まあただダラダラしてるわけではないんですけどもね、なのでまあそう褒めてもらって、逆になんかすごく素直に、ああいい方だなっていうのと、すごいぬくもり感じたなって、逆にありがとうと伝えたい気持ちになったんですけども、この人に対して私は何をしてあげられるのかと、どうしたらいいかなって、まあ、そういうふうには考えてしまいました。まあ月並みにね、ありがとうございますって、もしよかったら友達からね、よろしくお願いしますっていう感じで、まあ、無難に送っとこうかなって思ってますけど、まあ、とりあえず、近況報告として、5分の3は海外っていう感じですね。はい。ね。まあ、私あんまりちょっといろんな人とメッセージしててもわけわかんなくなっちゃうんで、本当は絞りたいっていうか、そんなに広げたくはないんですけども、まあ、こうなっちゃうのも仕方ないのかなって気はしますね。やっぱり時間は有限だから、一人一人丁寧にとは思っても、やっぱりいいねをたくさんもらってしまうと、同時に抱えざるを得ないので、まあ、その中からお互い様なんですけど、選抜っていうか、自分に合う人とか、連絡が続かないとか、そういうのでやっぱ、こう、震えにかけて、ていくっていう形になるのは仕方ないんだなって思いました。